皆さん、こんにちは。日本生まれ、日本育ちモッチーです。今日は日本雛形論という非常に興味深い話題についてお話しします。この理論は、日本と世界の地理的、現象的な共通点があるという理論です。日本が世界の縮小版とされ、世界中の様々な地域とシンクロしているというんですよ。これから、この理論の魅力について、一緒に探っていきましょう。1、日本雛形論とは？さて、日本雛形論とは一体どんなものなのでしょうか。この理論の根底にあるのは、日本という国がまるで世界の縮小版であるかのように世界中の様々な地域とシンクロしているという考え方です。つまり、日本の地理や文化、歴史が世界の様々な地域と驚くほど一致する点が多いというわけです。この理論を提唱する人々は、日本の地形や気候、さらには歴史的な出来事まで世界のそれと似ている部分が多いと主張しています。例えば、日本の四季はヨーロッパの四季と似ているとか、日本の古代文化が他の古代文化と共通する祭祀を持っているなど、様々な共通点を挙げることができます。もちろん、このような見方は一面的なものであり、全ての国や文化が日本と完全に一致するわけではありません。しかし、この理論の面白さは、日本を一つのモデルとして世界を見る新しい視点が見つかることです。日本が世界の様々な文化や自然現象とどのようにリンクしているのか、その不思議な関係性を探っていきましょう。2、似ている地理的特徴。日本雛形論を語る上で欠かせないのが、日本と世界の地理的な特徴の類似性です。この理論では、特に日本の三大島である九州、本州、北海道が世界の大陸や地域と驚くほど似ていると指摘されています。まず、九州はその形状や気候がアフリカ大陸と似ていると言われます。暖かく、火山活動が活発な点も共通しています。そして本州は、その広がりがユーラシア大陸に対応しているとされ、多様な気候や豊かな自然がユーラシア大陸のそれとリンクしていると考えられています。北海道に至っては、その寒冷な気候や広大な自然が北アメリカ大陸、特にカナダに似ているというのです。これらの類似性は、ただの地理的な偶然と片付けられるものではありません。日本雛形論を支持する人々は、これらの特徴が示すのは、日本が地球上の様々な自然の縮小版であり、世界の様々な地域と深い関連を持っているという証拠だと主張します。このように地理的な類似性を通じて、日本が世界の中心と感じ取ることができるのは、まさに日本雛形論の魅力の一つと言えるでしょう。3、歴史的シンクロニシティ。日本雛形論において、地理的な類似性だけでなく、歴史的なシンクロニシティにも注目されています。この理論では、特定の地域の歴史的な出来事が、別の地域の出来事と驚くほど同じタイミングで発生していると言われています。例えば、北海道の開拓史と北アメリカ、特にアメリカ合衆国の西部開拓時代との間には、多くの共通点が見られます。両地域とも、新たな大陸への進出があり、先住民との関わりや自然環境との戦いがありました。また、開拓の過程で新しい産業が生まれ、地域社会が形成されていく様子は、両地域で似たパターンをたどっています。このような歴史的シンクロニシティは、単なる偶然を超えた何か大きな流れの一部であるとも解釈できます。歴史の流れの中で、遠く離れた地域で似たような出来事が起こる。これは、世界がよりつながっていることを示しています。4、南米や南極の位置づけ。日本雛形論は、地理的特徴や歴史的シンクロニシティにとどまらず、さらに大胆な比較を提示します。特に興味深いのが、台湾やカラフトと南米や南極との関連性についての考察です。台湾については、いずれ日本に戻るという話があります。これは、台湾がかつて日本の領土であった歴史的背景に加え、地政学的な重要性や文化的なつながりを表すものです。日本雛形論では、このような地域的な動きも世界的なパターンとシンクロすると見ています。カラフトが南極に対応するというのは、一見すると非常に奇妙な比較に思えるかもしれません。しかし、この理論を支持する人々は、カラフトが地球上での寒冷な辺境の地としての役割を持つ点で、南極と類似していると主張します。つまり、地球の様々な端に位置する地域が、日本の端に関連しているというのです。これらの例からもわかるように、日本雛形論は、地理的な位置だけでなく、地域が持つ象徴的な意味や歴史的な役割にも注目しています。5、日本雛形論の批判と反論。日本雛形論は、その独特な視点と大胆な比較で注目を集めていますが、当然ながら批判の声も存在します。主な批判点は、地理的特徴や歴史的出来事が似ているのは単なる偶然であり、科学的な根拠に乏しいというものです。また、
日本を世界の中心とするこの理論が過度に民族中心的な視点に立っているとの指摘もあります。しかし日本雛形論を支持する側はこれらの批判に対しても反論を持っています。まず地理的な類似性や歴史的シンクロニシティが偶然に過ぎないという批判に対しては、これらの偶然があまりにも多く、また具体的であるため単なる偶然を超えた何かがあると主張します。また科学的根拠に乏しいとの指摘に対しては、日本雛形論はあくまで一つの視点であり、新たな発見や理解を促すための仮説であると反論しています。このように日本雛形論には賛否両論ありますが、そのユニークな視点は日本と世界との関わりを考える上で新たな議論を呼び起こすきっかけになっています。 6. 予言と日本雛形論。日本雛形論はただ過去や現在の事象を分析するだけでなく、未来に向けた予言も含んでいます。特に注目されるのが岡本天明による予言です。彼は日本が世界の雛形であるとし、この理論に基づいて未来の世界がどのように変化していくかについて予言を残しています。岡本天明の予言によれば、日本で起こる様々な社会的自然的な現象はその後の世界の出来事に先駆けたものとなるとされています。例えば日本での経済発展のパターンや自然災害の発生が後に世界の他の地域で同様の形で現れるというのです。この理論が示唆するのは、日本が世界の変化に対するある種のバロメーターの役割を果たしているということです。この予言は未来に対する具体的な指針を提供するものではありませんが、日本と世界の関連性を考える上でとても興味深いですね。 7. 地震との関連。日本雛形論は自然現象、特に地震との関連性にも着目しています。日本は地震大国として知られ、古来より多くの大地震を経験してきました。この理論によると、日本での地震活動は世界の他の地域での自然災害と深い関連があるとされています。例えば1995年の阪神淡路大震災とその後に起きたトルコのイズミット地震との間には驚くべき類似性が指摘されています。両地震とも大都市近郊で発生し、甚大な被害をもたらしました。このように日本で発生した地震が他国での災害とシンクロする事例は数多く、日本雛形論を支持する人々はこれを日本が世界の自然現象と深いつながりを持っている証拠として挙げています。さらに南海トラフ大地震の可能性が近年強く指摘されていて、この理論によると東日本大震災との類似があるかもしれません。 8. 日本雛形論の影響。日本雛形論が提唱する日本と世界の間の深い関連性は多くの人々に新たな視点を提供しています。この理論により日本で起こる出来事や変化が世界の他の地域での出来事とどのように関連しているかを考えることができました。そしてこれはただの自然現象だけでなく、経済や文化、さらには社会変動においても同様です。日本雛形論に基づくと、日本で起こるポジティブな変化が世界における類似した変化の兆しとなる場合があります。逆に日本での危機や問題が世界の他の地域での継承となることもあるのです。この理論が提供するのは、日本という国が単独で存在しているのではなく、世界という大きな枠組みの中で様々な要素と相互作用しながら存在しているという認識です。 9. 最終的な考察。日本雛形論について様々な角度から考察してきましたが、最終的にこの理論をどのように捉えればよいのでしょうか。一つ明確なことは、この理論が提供する視点が私たちに新たな発見や理解の可能性を開いてくれるということです。日本と世界のシンクロニシティを探ることで、私たちはより広い視野で世界を見ることができるようになります。しかし科学的根拠に基づいた厳密な分析からは離れた位置にあるという批判もまた真実です。日本雛形論は都市伝説や仮説の域を出ない部分があり、その全てを事実として受け入れることは難しいかもしれません。それでもこの理論が提起する問題や示唆する視点は無視できない価値を持っています。ただ日本雛形論は都市伝説界隈でも話題であり、ロマンがある都市伝説なので、今後の日本と世界の動きに注目していきましょう。これで日本雛形論を探る旅は終わりますが、世界との関わりを考え、より良い未来を目指す旅はこれからも続いていきます。以上で日本雛形論に関する話題を一通り紹介し終わりました。この動画を通じて皆さんが何か新しい発見や興味を持っていただけたなら幸いです。皆さんの意見もコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。